どうも皆さん、おはようございます。青いゲームでございますとですね、現在3時、夜中の3時でして、なかなかでかい声が出せないんですが、今回はこんな感じで、頑張ってみたいなと思います。なんでかというとですね、なんでこんなことになってるかと言いますと、ちょっと今帰ってきたんですけども、まさかのこの探検のガチャありましたよね。これ刀身が、これね、使い物にならないと、僕は使い物にならないというか、僕探検持ってなかったんで、まあ今回はスルーかなと思っていたわけでございますが、なんですね、この湧き立つ魂がパッと見たらですね、なんと CT15 でですね、なんか防御状態からも、解除されないというなかなかのスキルで、僕瞑想もとか持ってないんですよね。でこれをね、へーってちょっと思った時に分かったんですけど、これもしかして回すからあれなんですけど、俺の装備のね、これメタスラの詰めてたじゃないですか、これ B なんですよね。俺突できないと思ったんですよ。めったに出ないでしょこれ。ごめんなさいね、ちょっとね、夜なんでちょっと怖いこんな感じでやりますけども、今日は、すいませんね。で多分この動画も長くなります寝起きかよ、寝起きドッキリかよっていうね感じなんですけども、まあ B つけれるんで、これなかなかねえ、これちょっとで、他にも B で100出る、100ってことはホイミよりも回復するもんね。ベホイミの賢者のベホミぐらいですか、スーパースターのベホミなのかな。でちょっとこれ、ね、メインスキルが、CT11 なんですけど、僕がちょっとね、持ってないので他のやつが、と考えると、まあ、ここジゴストのとこに入れるのは、まあ、ミラクルスピア持ってないんでね。そうすると刃砕きがちょうど一突なここに入れる、あでもそうか、盾してる時に使えるってことはでかいんだよね。だからね、これめちゃくちゃいいんじゃねえのかと。あとこっちも、こっちは詰めないな。そう、今回ねちょっとこれやっぱね、ギガソードじゃなくて天空のなんかなんだっけ、敵の弱いところなんかバグを消せるやつあるでしょ、あれやっとっ、あれ欲しいんだよね。なんでかっていうとね、なんか知らないけどこいつオーレンがいるでしょ、これ勝てねえこれ勝てねえ、なんだろう、勝てないんだけどギリギリなの、いつもギリギリで負けるの。あのなんかね、攻撃アップが2回ぐらい来るじゃん、あれ来るじゃんあれで絶対本当だよ、ラストあと1発ぐらいなの、ジャンプ一発入ったらいけるって感じなんだけど、いつもいけない、なんでだよあれ。ということで今回はちょっと投資に回しようね、これいいよね、これ。いやほんと30日まで待とうと思ってたの、俺待とうと思ってたんだけど、やべもう3時半になる、やべ変なテンションだった。ということでいきましょうか。毎回ねあれなんで、これ結構いいと思うんだよな、これ欲しいよね、爪に欲しい、うん、爪が化ける、メタスラの爪が化けるんじゃないかなと思って。あと刀身の槍もねあれば、激しい雄たけび、あなんかあるね、これ知らなかった。これもまたね、ジゴストのとこに入れたらいいのかななんて思ってるし、まあブーメランもアークタカッターね、アークタでそしてこれ見てください皆さん、僕がずっと欲しいと言ってるこちら、英雄の槍、いつ来るんだお前いつ来んだこいつ本当。だから本当は動画に撮らないけど、こいつ回そうと思ったの、あまだ回さないからねそう、あコメントでまた教えてください、いろいろ。これ回そうと思ったの、これを回そうかなと思ってたんだけれどもね、だってこれ、だってあこれじゃないよ、これじゃないわ、あもう見なくても分かるって、だって 4% なんだもんねこれね、あの最後のこれ提供で見ると星5の時はこの4つからどれかが出るっていうね、まあ、考えまったけど、やっぱりちょっと湧き立つ魂が欲しいので、早速行ってみたいと思います。3時半やべ、これで行きましょう、早速行きましょう。入ってしまった。最後は確定しますんで、合格確定しますんで、いつものように行ってみたいと思います。あれなんか来たような気がしない、大丈夫かな、行きましょう。まずは1回目です。
おなしゃす。2番来い。来ないね。来ないね。よし、まあいいでしょ。まあ、まずまず、モモンピーポイント、いただきましょう。まだまだ、まだまだ大丈夫です。まだまだ慌てるような時間ではございません。行きましょう。9、2回目でございます。おなしゃす。2番で来い。おな、来ない。やばい。あれ？やばい。これは、まさかの、まさかの、大爆死か？大爆死か？よし、3回目、行きましょう。おなしゃす。つばこ、あれ、来ない。あれ、おかしいな。やっぱちょっとあれだったかな。2時台ぐらいに引くと俺結構いい感じの出るんですよ。2時台が結構。あ、でも最近ね、炊き出し？あ、まだ吹き出しって言うんですよ。炊き出しがね、当たんない。全然ダメ。本当に来ない。さあ行きましょう。4回目です。おなしゃす！お願い、つばこ、マジかよ。やばい。やばいでござる。やばいでござる。なんか嫌な予感がする。これやばいかな。これダメなパティーンかな。落ち着いて5回目ですね。折り返しですね。ここで出れば、いやでもな、バケツとかで出られてもな、あのパラディンな、お願い1個だけでもいいからちょうだい。なんか2回をバウンドしてほしいよね、やっぱね。5回目おなしゃす。こいくつく生きた。もうこれ何回出んだお前。何回出んだお前。さあ折り返し地点やってきました。いやー回すんじゃなかったかな。失敗したら30日まで待てばいいか。いや英雄の槍狙えばよかったかな、あのあっちの方で。さあ行きましょう。6回目でございます。行きます。おなしゃす。あれがいつばこね。やばいやばい、嫌な予感が。さあ、7回目いきましょうか。7回目やばい、こういうの来た、来ない、来ない、来ない。ちょ、またさっき出た、もうバナナ来た、さっきで見たし、さっき見たし。さあ8回目ですね。2番ですね。そうですね、ちょっと今日はマウスペースが早くねえよって、早くねえよって行きましょう。8回目でございます。行きましょう。おなしゃす。2番ってお願い、キッチン来ない、来ないね。いやこら爆死コースか。いや、なんで前回調子よかった。いやコメントいただいてありがとうございました。なんか大当たりじゃないですかって来たんで、いやー欲しいよね。それだとあのあれ、あのなんだっけ、あれ爪を本当はあの折り春子の方に持っていこうと思ったの、流星剣だったっけあれと思ってたんだけど、いやー、いや残しててよかったと思ったけど、当たんなか意味ないもんね。さあ行きましょう。残り2回でございます。行きます。3時35分行きます。はよ行けよって。ツーバウンドでこの8やった、来てしまった。最後これ何、これ何がクルパっていいんですか、これ、これ何だと思う。刀身の頭とかかな。いや悪くはないんだけど、いや刀身の頭持ってたっけ、これ持ってたっけ、あったっけ。いや行きますよ、行きますよ、行きましょう。おなじみスコーデでブーブー来て、タンゲ来て、これ来た。ひどマジかよ、マジで、もうクソみたいじゃん。ミラクルコートってなんだっけ、三河市だっけ、違うな、違った、うわなんだよ、爆死中の爆死じゃねえかこれ。いやーマジかー。よし一回行こうぜ。やりたくなるよね、一回とかやりたくなるよね。そう行こっか、ここ持ってる、ここで持ってるか持ってないかのね、300行こっか。
いいよね、最近ちょっと結構出るもんね。これ1000は、まあ、30日までにはたまるだろう。よし、1回だけいきましょう。これやって当たった試しねえじゃん。前やってたじゃんこれ。いきましょう。あ、いっちゃった。さあ、正真正銘の最後でございます。マジかよ、もう3時40分何やってんだ俺。いや、30日まで残しとけよかった。失敗した。次のガチャ引きさん行きましょう。通話お願いします。お願いします、お願い、ちょっと来て、来てこねえよ。マジかよ。